サロメ。サロメ、作品54は、リヒャルト・シュトラウスが1903年から1905年に、かけて作曲した一幕のオペラ。もともとの記述はオペラではなく、一幕の劇ドラマイン、アイナモフズージアであるが、ドイツオペラはむしろ、オペラと明記してある作品の方が少数でもあり、通常は一括して、オペラと呼ばれる。台本は、オスカー・ワイルドの曲。 サロメをもとに、が毒薬したもの。火の危機を発表後、この作品と体になる一幕もののオペラを構想したことに始まると言われる。サロメの物語はもともと、新約聖書の総話であるが、オスカー・ワイルドの儀曲になる頃には預言者の生首に、少女が接吻するという世紀末芸術に変容している。シュトラウスが公共誌の作曲を通じて培った。 国際式の還元落法により、濃厚な官能的表現が繰り広げられる。シュトラウスは、最初、アントン・リントナーの台本による作曲を考えていたが、原文をそのまま用いる方が良いと判断し、原作の毒薬を台本としている、原文のセリフを削除している箇所もる。前奏なしの4話構成となっていて、第4話のサロメの踊り、 七つのベールの踊りが著名で単独の演奏や録音も存在する。ただし、劇の流れからするとこの部分はやや浮いており、前後の緊張感あふれる音楽、歌唱を主観させているという評価、例えばアルママーラーによる批判なども少なからず存在する。この欠陥は自作のエレクトラでほぼ克服されている。さほど長い作品ではないが、表題役のサロメは、 他の出演者に比べて比重がかなり大きく、ほとんど舞台上に居続けで歌うこととなる。また少女らしいウィウさと狂気じみた陰闘さ、可憐な、か細い声と狂人で大きな声といった、両立困難な演技表現が求められる。さらに前日した第4場のサロメの踊りの場面では、長いソロダンスを踊らなければならない。ただし、この踊りには代理のダンサーが立てられることもある。 これらのことから、サロメの表題役は、ドイツオペラ切手の難役とも言われる。紀元三十年頃、ガリラヤ湖に面したヘロデの宮殿の大テラス。シリア人の衛兵隊長ナラボートは、宮殿で開かれている宴を覗き見し、サロメの美しさに心を奪われるものの、ナラボートを密かに慕うヘロディアスの故障にたしなめられる。そこへ、救世主の到来を告げる重々しい声。 兵士たちによればそれは、地下の空の古い戸に遊兵されている預言者ヨカナーの声だとのこと。そこへ、サロメが現れる。彼女は義父であるヘロデが、自分に投げかける、情欲むき出しの視線に耐えかね、宴石を抜け出してきたのだったが、聞こえてくる声に興味を示し、ナラボートが自分に好意を抱いていることに付け込んで、ヨカナーンをここへ連れて来いという。 兵士たちはヨカナーンに接触することを禁じられていたため、はじめはそれに応じないが、サロメはナラボートに媚びを売り、フルイドから連れ出させる。現れたヨカナーンに圧倒されるサロメ。ヨカナーンは彼女には見向きもせず、サロメの母、ヘロディアスの陰行を非難するが、サロメはなおも彼に近づこうとする。憧れのサロメのあまりに軽薄な態度に落胆したナラボートは、自決を遂げてしまう。 ヨカナーンはサロメをたしなめつつ自ら古い土に戻る。やがて、サロメを探したヘロデが、ヘロディアスや家臣たちと共に姿を現す。彼らは、ナラボートの死体から流れ出たちで足を滑らせたため、ヘロデはナラボートが自決したことを知る。不気味な前兆に怯えながらも、ヘロデはサロメを自分の側に呼び寄せ、関心を引くべく酒や果物を勧めるが、サロメは全く興味を示さず、 ヘロディアスも娘を王に近づけまいとする。そこへ、ヘロデ夫妻の行状を非難するヨカナーンの声。ヘロディアスは、激怒し、彼を黙らせるか、ユダヤ人たちに引き渡してしまえ、と叫び、ユダヤ人とナザレ人たちは言い争いを始める。ヨカナーンの声はなおも響いてくるので、心を乱されたヘロデは、気分直しに、サロメに眉を所望する。 サロメは初はめはそれに応じようとしないが、ヘロデが、褒美は何でも欲しいものを与えると持ちかけたため、サロメは羅針に七枚の薄いベールを身につけて踊り始める。官能的な舞が進むにつれ、ベールを一枚ずつ脱ぎ捨ててゆくサロメ。ヘロデは強く興奮し、やがて舞を終えたサロメに何が欲しいかと尋ねる。サロメの答えは、銀の大皿に乗せたヨカナーンの生首。 さすがに老狽したヘロでは、代わりのものとして、宝石や白い孔雀、果ては、自分の所領の半分ではどうか、と提案するものの、サロメは、ガンとして合意しない。ヘロでは、とうとう根負けし、ヘロディアスが彼の指から、死の指輪を抜き取って、首切り役人に渡す。役人は、古い戸の中へ入って行き、サロメはその近くで耳を澄ましている。不気味な静寂だけが続き、 サロメが苛立ちを募らせていると、想像し以外音響が響き、首切り役人が、銀の大皿に乗せた、ヨカナアンの生首を持って現れる。サロメは狂気して、それを掴むと、お前は私に口づけさせてはくれなかった。だから今こうして私が、と長いモノローグを歌った後、甲骨として、ヨカナアンの生首に口づけする。その様に立然としたヘロではサロメを殺せと兵士たちに、命じ。 サロメは彼らの盾に押しつぶされて死ぬ。日本書演、105名から108名必要。ピッコロ1、フルート3、オーボエ2、イングリッシュホルン1、ヘッケルホン1、E クラリネット1、B ンクラリネット2、A ンクラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット3、コントラファゴット1、ホルン6、トランペット4、トロンボーン4、バスチューバ1、ティンパニ、ショーティンパニを含めて、 計5個、1人、タムタム1、シンバル1、大太鼓1、小太鼓1、タンブリン1、トライアングル1、木ン1、カスタネット1、グロッケンシュピール1、打楽器で6人から7人必要、ジェレスタ1、ハープ2、第1バイオリン16、第2バイオリン16、ビオラ10から12、チェロ10、コントラバス8、ハルモニウム、オルガン。 その他中小の歌劇場用の三観編成の楽譜が存在している。デュッセルドルフ・オペラ。約1時間45分、カットなし。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。